A wise man makes his own decisions, but an ignorant man follows public opinion, as a Chinese proverb says. Then John Lennon writes, "Living easy with eyes closed." It means that ignorance is so bliss for some people. No seeing, no hearing, and no saying. Because ignorance does not kill you, but it will make you sweet a lot. How about you? Or, why can people be so ignorant? Here is one example. It is Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci. 中国のことわざにはこうあります。賢い人は自分で判断できる。しかし、愚かな人は通説に追従するだけと。で、ジョン・レノンはこう書いています。目を閉じて生きることは簡単なことと。つまり、ある人たちにとっては、無知は最上の喜びでもあるわけです。それに、無知であっても死ぬことはありません。人生そのものをスイートにしてくれます。つまり、見ざる、聞かざる、言わざる。これほど無難な生き方はありません。が、本当にそれで良いのでしょうか。ここにその一例をお見せします。ダヴィンチの描いたモナリザがそれです。ダヴィンチは人間が描けるはずもない絵を描き残しています。描けるはずもないのです。そしてその絵をこの地球で知らない人はいません。世界で最もよく知られた絵といえばこの絵です。それがモナリザです。が、この絵はほんの少し丁寧に見れば誰にだってわかるはずです。人間に描けるはずもない絵だとです。例えば胸のレースの線の幅は太く見ても 0.5 ミリです。あるいは 0.3 ミリ前後。1ミリの3分の1。1ミリの半分以下です。さらにその線は互いに複雑に交差し、一本一本には陰影までつけてあります。が、おかしなことに、そうした線でありながら、どこにも筆跡が残っていません。皆さん、これが事実です。そこにある事実です。が、誰もそれについて見ない。誰もそれについて聞かない。誰もそれについて言わない。つまり、目を閉じているだけ。目を閉じて、ただひたすら、既存の通説に従うだけ。ダヴィンチは天才だからできたはずと。が、本当にそうでしょうか。そう考えて良いのでしょうか。つまり、モナリザは本当に一人の人間によって書かれたものなのでしょうか。少し前、それについての動画を作りました。ナンバー1790の不可能な可能性にという動画です。で、その動画をここで再検証してみます。つまりもう一度さらに丁寧に寸法を測定してみます。この動画はナンバー1790の再検証版ということになりますが、さらにダメ押しするなら、モナリザの中でダヴィンチは1ミリの幅の中に細い線を、髪の毛を7本描いています。それをこの動画の中でお見せしますが、そんな線が描けるものかどうか、一度あなた自身が自分で確かめてみることです。1ミリ幅の中に7本ですよ。何とか確かめた後、きっとあなたはこう言うでしょう。不可能と。そう、不可能なのです。できるはずもないのです。理由は簡単。絵ではないからです。ダヴィンチが描いたのではないからです。つまりその向こうに巨大な謎、つまり人間のもう一つの別バージョンの歴史が隠されているということになります。それともあなたは無知のまま、スイートな日々をこのまま送りますか？それで良いのですか？Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。では画像を見ながら説明します。モナリザです。縦が77センチ、横が53センチ。前回は80センチで計算しました。で、この縦の77センチに、注目してください。2等分しますと 38.5 センチということになります。で、さらにそれを2等分にして、つまり4分の1にしますと、19.3 センチという数字が出てきます。こうして次々と2等分していきます。そしてその都度縦の長さを計算します。9.7 センチになりました。さらに2等分しますと 4.9 センチになります。で、この部分をここで拡大してみます。縦が 4.9 センチ、横が 3.4 センチになります。で、さらにこれを2等分しますと、縦が 2.5 センチ、横が 1.7 センチとなります。さらに2等分しますと、縦が 1.25 センチ、横が 0.85 センチとなります。ほぼ1センチ角ということになるわけですね。で、その大きさをですね、このレースのところに置いてみます。で、さらに2等分しますと 0.6 センチ、0.4 センチ、すなわち6ミリ ×4 ミリということになります。この幅が6ミリ ×4 ミリです。縦が6ミリ、横が4ミリということになります。さらに2等分しますと3ミリ ×2 ミリとなります。で、さらに2等分しますと 1.5 ミリ ×1 ミリとなります。1.5 ミリ ×1 ミリです。このあたりがですね、この写真のと言いますか、モナリザの写真の解像度の限界かと思われます。実際にはもっと精細だと思われます。写真の限界ということですね。で、この白い幅が、約、0.5 ミリから 0.6 ミリということになります。斜めになってますからね、ちょっと見にくいかもしれませんけども、線がですね。しかし白い線の幅は、1ミリの半分、0.5 ミリ。太く見て 0.5 ミリということになるわけです。さらにその線の下の、いわゆる鎖のように編んであるのは細い線で書いてあるところに注意してください。今赤い枠で囲ったこの線がですね、0.5 ミリから 0.6 ミリです。で、さらにその下の線はですね、鎖のように巻いてある線はですね、細いものと思われます。今白枠で囲ってみました。上のですね、縄目のものが 0.5 ミリ。ですからさらに細いわけですね。その細い線はですね、互いに交差し、その一本一本にはこのような影がついています。今白い線で見せたのがこれが 0.3 ミリ前後かと思われます。幅がですね。そしてさらに驚くべきことに髪の毛なんです。この髪の毛に注意してください。極めて細い線で書いてあるのに皆さんもお気づきになると思います。で、この髪の毛についてここで検証してみます。もう一度この襟のところを見てください。この枠ですね。そしてこの髪の毛です。で、まずオリジナルの方を皆さんに見ていただきます。左が襟のところです。右が髪の毛です。で、これらをですね、同じように、等倍してみます。2倍にしてみます。こうなりますね。さらに4倍にしてみます。こうなりますね。で、先ほどのこの線の幅、約 0.5 ミリでしたね。この白い線の幅が 0.5 ミリです。となりますと、この2倍が1ミリということになります。で、それで計算して、その幅を髪の毛に当てはめてみます。この今右下に見せたのが1ミリ幅です。その中に何本あるか数えてみました。7本あります。1ミリの幅の中に7本の細い線が、いわゆる髪の毛が書いてあるということです。これは不可能です。可能だと思われる方は、自分で確かめてみてください。しかも絵の具ですよ。筆、このような線を描く筆そのものがないし、絵の具をつけた途端に、乾いてしまうということですね。実際には描けないということです。これが皆さん事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。こうした事実をどのように考えていくかということになるわけですね。つまり、そこに無知か、無知でないかの分かれ道があるということになります。では続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Impossible Possibility Mystery of Leonardo da Vinci Part 1不可能な可能性ダヴィンチの謎 Part 1人間はどうして不可能な可能性にしがみつくのか人間でもやろうと思えばできなくはないというわずかな可能性にしがみついてその向こうに隠れている真実から目を遠ざけてしまう。そんなはずはないと吐き捨ててしまう。吐き捨てながら再び謎の迷路の中に迷い込んでしまう。私はそこに人間が本来的に持つ盲目性、傲慢性を見る。一つの例としてダヴィンチが描いたとされるモナリザを挙げてみます。その絵の中には太さが 0.3 から 0.5 ミリ、つまり1ミリの半分の太さの線で複雑な模様が描いてあります。1ミリの半分ですよ。描いてあると言っても筆のようなもので描いてあるわけではありません。筆跡はどこにもありません。点です。目には見えないほど細かい点です。点だけで描いてあります。しかもその線には陰影までつけてあります。で、考えてみてください。こうした線を描くことが可能かどうかと。もし可能であるとあなたが思うなら、一度あなた自身がそうした線を描いてみたらどうでしょうか。あのギザのピラミッドは、のみと丸石のみでできたと言います。つまり、のみと丸石だけでピラミッドを作れなどと言っているのではありません。紙の上です。身の回りにある筆記用具でです。で、その後あなたはこう言うでしょう。できるはずがないと。そうです。できるはずがないのです。が、ダヴィンチはそれをしました。しかも、板の上で、ですよ。紙ではなく、板ですよ。大切なことは、まず不可能な可能性に気がつくこと、認めること、受け入れること、素直な心でそれができたとき、あなたはその向こうに今まで知らなかった世界が広がっているのを知るでしょう。それともあなたは、人間でもやろうと思えばできなくはないというわずかな可能性にしがみつき、謎の迷路の中をさまよい歩き続けますか？今日のテーマは、その不可能な可能性についてです。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。では、画面を見ながら説明します。モナリザといってもですね、絵画の中でも小ぶりな絵画ということになります。横が53センチ、縦が77センチです。この寸法を基準にしてですね、モナリザの中の線や、大きさをですね、計算してみました。で、今日はですね、このモナリザの胸周りのレースに注目してみました。極めて精緻な模様がこのように描き込んであります。で、注意していただきたいのは、線一本一本に陰影がつけてあるという点ですね。そして、細い線が交差、立体交差しています。これがモナリザの、レース模様の特徴です。ここで立体交差してますね。そして線には陰影がつけてあります。ここは編んだような様子が書いてあり、描き込んでありますね。そして立体交差していると。ここまで精緻っていうか精密に書いてあるということですね。で、この黄色い四角がですね、1.5 ミリ四方です。1ミリと半分ですね。の大きさがこの黄色い四角で、その中にこうしたラインが描き込んであって、しかも陰影までつけてあると。となりますと、この4分の1四角は 0.75 ミリ。四方ということになります。で、この斜めの線の、この線の太さが、で、これ計算しますとだいたい 0.75 ミリ、7ミリ、0.7 ミリ前後ですね。で、この赤い線が今 0.75 から 0.5 ということになるわけです。1ミリの半分程度ですよ。そしてさらにその左下の線は細いということですね。そしてその細い線が交差している。太さはだいたい計算してみますと 0.3 ミリから 0.4 ミリですよね。1ミリの3分の1。から約半分弱ということですよね。で、こうして線が描き込んであって、しかもこのご覧になっている通りにですね、筆跡がどこにもないということですよね。で、私、何度もやってみてるんですけど、今日皆さんがお見せしますけど、今1ミリずつに印をつけてみました。ちょんと印つけたのが1ミリですね。で、全体で5ミリということになるわけですね。で、その間、1ミリのまたその4分の3ですからね、その中に2本の線が果たして描けるものかどうかということですよね。で、交差するのは書けるかどうかということなんですけども、やろうと思えばできなくはないという、話になってくるわけですけども、でもやってみても、この鉛筆もね、鉛筆削りで削って、そのままの細いので書いてみたんですけども、やっぱりできませんね。できないものはできないんです。で、ダヴィンチはこのような線を書いて、絵画として表現しているということです。で、もう一度繰り返しますけども、左下の細い線は 0.3 ミリから 0.4 ミリですからね、1ミリの3分の1です。そういった細い線で描いて、しかも EM をつけてあって、筆跡はどこにもない。そして板の上に描いてあるということですね。で、この幅が 1.5 ミリ、ということになります。で、1.5、この黄色い四角が 1.5 ミリ四角ですからね。ですから、まあ、太く見ても 0.5 ミリ前後ということになるわけです。いわゆる1ミリの半分のラインだということです。それに色までつけて、しかも黒いね、EA までつけてあると。ということなんですね。で、これが可能かどうかということなんですよね。で、私はこれは不可能だというふうに判断しました。少なくとも私はできません。多分あなたもできないと思います。で、一つだけでもできないと思うんですけど、それはずっと連続して繋がっているということですね。続くビデオの中で、さらにそれについて詳しく検証してみたいと思います。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum, Mysteries and Wonders of the World.Today's story is about La Gioconda, or Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci in the Middle Ages. Before we say something about the portrait, we have to listen to ourselves, our own voices in our mind, possible or not possible. Here is another fact I show you, a fact in which you know it is impossible for humans to paint such a portrait. It does not matter.Whether the painter is Leonardo or not. 超高解像度の写真が手に入りましたので、モナリザを再検証してみます。完璧ではありませんが、0.1 ミリの大きさまで判別できます。まず全体のサイズですが、高さは77センチです。が、こうした検証ではいつもやや大きめに見ながらサイズを計算します。高さを80センチとして計算し、まず10センチ台の正方形を切り出します。それを2等分、4等分、8等分、16等分し、最終的に 1.5 ミリ平方の正方形にまでします。1.5 ミリです。このあたりまで拡大しますと、画像がぼやけてきますが、ここで注意したいことは、モナリザの現物はさらに精細に描かれているということです。あくまでも写真解像度の限界ということです。が、この解像度で見ても、1本のラインの太さが 0.5 ミリ以下ということになります。太めに見ても 0.5 ミリということです。実際には 0.3 ミリ前後かもしれません。1ミリの2分の1から3分の1です。ダヴィンチはそうした線を使い、チェーンのような模様を正確に描いています。しかもその線には光と影まで書き込んでいます。難しい話はさておき、つまり、ダヴィンチが描いたかどうかということを問題にする前に、こんな絵を描くことが可能かどうか、あなた自身の心に問うてみてください。あなた自身の心に問うてみることです。あなた自身の素直な心にです。なお、この次に、高度 200km から見て描いたと思われるダヴィンチの地図も紹介しておきます。ミクロとマクロ。その地図はダヴィンチが描いたと言われていますが、まさに航空写真です。モナリザの絵をミクロの絵とするなら、地図はマクロの絵ということになります。ここに再検証版を紹介しておきますので、繰り返しになりますが、あなた自身の目と素直な心で判断してください。そしてその向こうに見える巨大な謎について考えてみてください。なぜかとです。そうすれば、あなたも、私が今、こうして見ている世界と同じものをご覧になることができると思います。で、これがその地図なんですね。で、このフィレンツェを探すのにかなり苦労しました。まあ、中心の山がですね、ヒントになりました。で、これを実際の、日本の地図と比較してみますと、大体東京タワーから富士山までの距離と一致するわけですね。それほど、広範囲な地図をですね、ダヴィンチはこうして正確に書き残したということです。これは、現物の地図ですね。そしてその川をですね、一本一本丁寧に拾い出して線を引いてみました。で、ここに緯度、経度を示しておきますので、皆さんご覧になってください。ここに川が2つに分かれてますね、ここで。で、まあ、ダヴィンチの地図にもそれが描き込まれています。上の方ですね。支流がありますね。で、左が、これがダヴィンチの絵です。右が実際の Google、いわゆるアース上における写真です。で、川の位置。ただ、ダヴィンチの絵はですね、真上から見て描いたのではなくて、斜め上方から描いたというふうに見られますね。で、こうして比べてみますと、右の方は真上から見た、写真です。で、やや全体に、横幅は同じなんですけども、縦幅が迫っている感じがします。そんなことを考慮に入れながら、どうか続くビデオをご覧ください。possible or not possible という話です。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The most beautiful thing in the world is mysterious. Mystery of a Map by Leonardo da Vinci. Who else created it? 皆さんこんにちは。1208号の追記版です。もう一度、詳細にと言いますか、ダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の地図です。まあ、地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、まあ、この矢印のところを見てください。同じ位置を、同じ、まあ、川がね、分かれているところ、形がはっきりしているところを線でつないでみました。で、このように、プロポーションが全く同じなんですね。ということは、極めて正確に、ダヴィンチは、イタリア上空の地図を描いているわけです。まあ、今度は色を落としてみましたが、で、こう山が黒く、この場合はですね、平野部、この今白から判定しますから、平野部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。ただ黒く塗りつぶしてるだけじゃなくて、そして、まあ、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で描いてある。ただ、ダヴィンチの絵をやや斜めから見てるという感じで、遠くなればなるほど、幅が狭まっていくのがわかります。まあ、ダヴィンチの描いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑な、まるで写真のように、写真ですよね、これは。のように浮かび上がってきます。上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は、230キロから40キロです。いかにこの広範囲にわたってダヴィンチが正確に地図を描いていたかが、これで皆さんにも分かっていただけると思います。続くビデオは1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the most mysterious lady named La Gioconda or Gioconda in Italian, painted by Leonardo. Here in this video, I compare La Gioconda with another lady named the Isleworth Mona Lisa, which is said to be the one also painted by Leonardo, though it has been insufficiently examined yet. Through this comparison, I claim here in this video, both La Gioconda and the Isleworth Mona Lisa were created on 2D photograph technology because it is impossible. I say it here again.Impossible to create such paintings in the 16th century without the help of 2D, a sort of highly advanced photograph technology. まず、私たちがよく知っているダヴィンチのモナリザとアイルワースのモナリザと呼ばれている2枚の絵画を比較してみます。これら2枚のモナリザは極めて細部に至るまで同じであると同時に、例によって例のごとく、つまりダヴィンチの他の絵画でも見られるように、互いの間には時間差によるわずかな動きの変化が見られます。そのことをまず皆さん自身の目で確認してください。現在では科学万能主義というか、高度な機器を使った分析による証明でなければ、証明ではないと言われています。が、本当にそうでしょうか？私たちは私たち自身が持つ素直な目の方を大切にすべきではないのでしょうか？ということで、皆さんもご家庭で私と一緒に検証してみてください。現在ではこうした情報をですね、家庭でいながらにして集めることができます。またその情報をもとに、私たち自身の目と能力によって分析することができます。つまり、人間によってできることとできないことがあるということです。ダヴィンチが描いたとされるモナリザは、明らかに人間によっては描けない、また描けるはずもない絵であることを証明します。証拠を添えて、それを証明します。が、それでも、モナリザはダヴィンチが描いたものであるというのなら、このビデオの最後に紙と絵の具を用意して、私がお見せするものを描いてみてください。あなたはきっとこう言うでしょう。できるはずがない。impossible と。つまりそれが答えということになります。つまり、ダヴィンチの描いたとされるモナリザは、人間が手で描いたものではないということ。わかりやすく言えば、現在私たちが持っている 2D の写真技術とプリンターのようなものを使って書かれたものであるということです。合わせてアイルワースのモナリザについての結論も出しておきます。このモナリザも現在科学的分析なるものがなされているようですが、ダヴィンチの描いたとされるモナリザと比較してみれば一目瞭然。アイルワースのモナリザも明らかに人間によって描けない。描けるはずもない絵であることを証拠を添えて証明します。つまり、2枚のモナリザはダヴィンチの作ということになります。画面では細部の検証を進めていますが、極めて細部に至るまで同じであると同時に、両者の間には先ほども言いましたように、時間差によるわずかな違いが、動きの違いがですね、見られるということです。そこに注意しながら、この両者を見比べてみてください。現在、この今、左がモナリザ、そして右がアイルワースのモナリザです。それでこう比較してみますとですね、頭の髪の毛の分かれ際ですね、そこに注意してください。そこに頂点を取ってみますと、やや傾いているの分かりますか？この分かれ目がですね、やや傾いてますね。ということは、ここまで同じに作りながら、髪の毛の分かれ、その際ですね、は違っているということです。そして、この向かって左側の、もみあげ分の髪の毛ですね。で、ここを見ますとですね、右の方が薄くなっている感じがしますね。で、左の方が濃くて、そして、光を当てた、光を薄くして、右の絵ができたというふうに考えられるわけです。が、しかし、基本的なパターンは同じですね。大きな太い線は同じです。が、細い線、細かい線は右の方では消えているということになります。こういうところが私はおかしいというわけですよね。全体の線は同じである。しかし右の方は、明度を上げたような感じで、描かれた絵であるということになるわけですね。で、白黒にしてみますとですね、この薄い、右の薄い、アイルワースのモナリザの髪の毛のね、細かい線が見えてきますね。色を元に戻してみますと、やや、見えにくくなるということですね。上の丸の中の髪の毛なんか特にはっきり見えるわけですね。色を落としてみますとね。そして、繰り返しになりますけども、大きな太い線は左の方と右の方も同じであると。で、私のプリンターの技術で言えば、明度を上げてプリントアウトしたということになるわけですね。今日はここに注意していただきたいんですけども、この、模様ですね。この飾りですけども、左がラジャコンデで、右がアイルワースのモナリザの絵ですけども、基本的なパターンは同じだということですね。ただこの丸のところはね、幅が違うんですね。どうしてこういう違いが起きるのかなということも大きな謎ですけども、で、もう一度この部分を拡大してみますと、こうした模様がずっとこう描き込んであるわけです。で、よく見ますとですね、線がですね、丁寧に描いてあるといえば描いてあるんですけども、陰影がつけてあって、光もつけてありますね。で、そこに注意してください。で、こうしてみますと、右と左同じですね。ということは、モナリザ、当世からアイルワースのモナリザの絵は、同じであると。このように書かれて、そういうふうに考えていいわけですね。そして線がですね、上になったり下になったりというところも正確に表現してあるということですね。そういうところに注意してください。で、モナリザの大きさなんですけども、驚いてはいけませんね。77センチ。高さがね、53センチなんですね。で、どなたかのブログにも書いてありましたけども、現実で見られた方がですね、こんなに小さいとは思わなかったということを書いていらっしゃいました。実際小さいんですね、このモナリザの絵というのは。大きな絵に、まあ私もね、昔そう思ってましたけども。で、この黄色い四角がちょうど計算しますと、10センチ四角ということになります。で、拡大してみます。まあこのくらいだなっていうことになるわけですね。まあ大雑把な計算ですけども。そして4等分しますと5センチ四角になり、さらに4等分しますと 2.5 センチ四角になるわけです。さらに4等分しますと 1.25 センチ四角ということになるわけですね。これはあくまでも大雑把な計算ですね。さらに半分にしますと 6ミリ四角になりまして、さらに4等分しますと3ミリ四角ということになるわけですね。で、こうした計算してみますと、あくまでも大雑把な計算ですけども、この幅が 1.25 センチで、このラインの幅がですね、1.5 ミリということになりますね。このラインの幅が、黄色い幅が、これがだいたい 1.5 ミリ四角ということになるわけですね。ですから、まあ、この線の幅はですね、その半分ぐらいと見てですね、3分の1ぐらいですかね、立ててみるとね、幅が 0.5 ミリということになるんですね。1ミリの半分ということになるんですよ、皆さん。この線の幅が1ミリの半分ということなんですよ。1ミリというのをちょっと指で作ってみてください。そのまた半分の太さの線でこの絵が書き込んであるということですね。で、これが可能でないかといえばですね、不可能だと、あなたは思うでしょ？だから冒頭で申し上げましたように、紙と絵の具、鉛筆でもいいんです、ペンでもいいです。1ミリの半分の線でこうした絵を描いてみてください。そして同じようにずーっと同じように描いていくんですね。で、この袖のところちょっとついでに検証してみますとですね、大きなラインは同じなんですね。比較してみてください。丁寧に同じに描いてありますね。いわゆるその袖の布のね、回り具合が同じように書いてあるということなんです。で、明度を上げてみますと、まあ、右の方の見えなかった線も見えてきますけども、こういった縦の線まで同じに書いてあるんですね、皆さん。わかりますか？こうして、まあ、縦の線も同じように書いてある。がですね、奇妙なことに、ここまで同じに書きながら、布の、なんて言いますかね、歪み方が違いますね。いわゆるここに、いわゆる時間差を置いた、まあ、データを取るときにですね、時間差を置いてデータを取った、そうした、まあ、違いというものが、まあ、ダヴィンチの絵、どの絵にも見られるんですけどもね、こうした違いが見られるということです。まあ、人間が手で描いたものではないということですよね。まあ、こういう結論を申し上げますと、もう一度ここに注目してください。これが今日のポイント、かつ結論ということになりますが、で、この幅がですね、1.25 センチですね。そしてこの計算しますと、この幅が 1.5 ミリ。1.5 ミリ。そしてこの線の幅が 0.5 ミリ前後ですね。まあ、大雑把な計算で申し訳ありませんけども。そしてこれで計算しますとですね、この幅が 1.5 ミリですよ。1ミリと半分ですよ。そしてこの線の幅が、まあ、3分の1ということで計算しますと、幅が 0.5 ミリですね。いわゆるその縄模様の縄文の模様が 0.5 ミリです。ですから下の線はですね、模様はさらに細いということになりますね。注意してください。この幅が 0.5 ミリですからね、大雑把に計算して。ですから下の、いわゆるその針金ぐにゃぐにゃ回ったような線はですね、さらに細い線。まあ見た感じ 0.3 ミリ前後じゃないかと思います。1ミリの3分の1ですね。まあ 0.5 ミリでここで計算しますけども、0.5 ミリ以下ということになりますね。で、まあ影と光も表現してあると。いわゆるその 0.5 ミリの線のですね、上の方が白くなってますね。そしてその下のところが黒く影になってますね。こうした表現もしてあるということです。これを、まあ、人間が技かどうかということを考える前にですよ。ダヴィンチは天才であるかどうかということを言い切る前にですね、人間がこんなものを描けるはずはない。すなわち impossible。もしできるとおっしゃるなら、あなた自身がそれを書いてみられたらよろしいんじゃないでしょうか。鉛筆じゃありませんよ。ペンじゃありませんよ。絵の具ですよ。で、もしあなたができないとおっしゃるならば、それがこのビデオの答えということになります。左がラジャコンデです。右がアイルワースのモナリザですね。で、比較してみますとですね、同じように書いてあるということは、科学的な分析をする以前の問題としてね、私たちの素直な心で見れば、この両者は同じダヴィンチによって描かれた絵だということになります。Science Daily website writes about Mona Lisa as follows. The scientists have also found different recipes used by da Vinci to the shadows on the faces. These recipes are characterized by a technique, the use of glaze layers or very thin paint, and by the nature of the pigments or additives. In the case of the glazes, thin layers of 1 to 2 micrometers were applied to obtain a total thickness of no more than 30 to 40 micrometers. The result obtained in this study helped to understand Da Vinci's search toward making his art look alive. France の保存研究所のフィリペ・ウォルターが率いるチームの研究によれば、モナ・リザの絵には1ないし2マイクロメーター、つまり1ミリの1000分の1から1000分の2の厚さの絵の具が何重にも重ね塗りをされていたことが分かったというのです。特に顔の影の部分のグラジュエーションを表現するのに、そうした厚さのレイヤーを何重にも重ね、全体として30から40マイクロメーター厚の厚さになっていることが分かったと言います。ここが重要ですから繰り返します。厚さ1から2マイクロメーター、つまり1ミリの1000分の1から1000分の2の絵の具を何重にも重ね塗りをしながら、徐々に変化をしていく影のグラジュエーションを表現していたというのです。一般にはスフマート画法として知られている画法ですが、そしてその結果として30から40マイクロメーターの厚さの絵になっていると言いますが、それでも、つまり30から40マイクロメーター厚の絵の具にしても1ミリの100分の3から4の厚さということになります。で、絵の具の粒子の大きさを調べてみたところ、平均して0.5 マイクロメーターということが分かりました。モナリザは絵の具の粒子の約2倍程度の厚さのレイヤーを重ねて重ね塗りがなされているということが分かりました。言い換えると、現在私たちが使っている超微細スプレーのような器具を使い、絵の具の粒子を吹きかけながら描かれたということになりますが、果たしてそんなことが500年前に可能だったのでしょうか。それこそまさに Impossible Possibility ということになるのではないでしょうか。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。A wise man makes his own decisions, but an ignorant man follows public opinion, as a Chinese proverb says. Then John Lennon writes, "Living easy with eyes closed." It means that ignorance is so bliss for some people. No seeing, no hearing, and no saying. Because ignorance does not kill you, but it will make you sweet a lot. How about you? Or, why can people be so ignorant? Here is one example. It is Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci. 中国のことわざにはこうあります。賢い人は自分で判断できる。しかし、愚かな人は通説に追従するだけと。で、ジョン・レノンはこう書いています。目を閉じて生きることは簡単なことと。つまり、ある人たちにとっては、無知は最上の喜びでもあるわけです。それに、無知であっても死ぬことはありません。人生そのものをスイートにしてくれます。つまり、見ざる、聞かざる、言わざる。これほど無難な生き方はありません。が、本当にそれで良いのでしょうか。ここにその一例をお見せします。ダヴィンチの描いたモナリザがそれです。ダヴィンチは人間が描けるはずもない絵を描き残しています。描けるはずもないのです。そしてその絵をこの地球で知らない人はいません。世界で最もよく知られた絵といえばこの絵です。それがモナリザです。が、この絵はほんの少し丁寧に見れば誰にだってわかるはずです。人間に描けるはずもない絵だとです。例えば、胸のレースの線の幅は太く見ても 0.5 ミリです。あるいは 0.3 ミリ前後。1ミリの3分の1。1ミリの半分以下です。さらにその線は互いに複雑に交差し、一本一本には陰影までつけてあります。が、おかしなことに、そうした線でありながら、どこにも筆跡が残っていません。皆さん、これが事実です。そこにある事実です。が、誰もそれについて見ない。誰もそれについて聞かない。誰もそれについて言わない。つまり、目を閉じているだけ。目を閉じて、ただひたすら既存の通説に従うだけ。ダヴィンチは天才だから、できたはずと。が、本当にそうでしょうか？そう考えて良いのでしょうか？つまり、モナリザは本当に一人の人間によって書かれたものなのでしょうか？少し前、それについての動画を作りました。ナンバー1790の不可能な可能性にという動画です。で、その動画をここで再検証してみます。つまりもう一度、さらに丁寧に寸法を測定してみます。この動画はナンバー1790の再検証版ということになりますが、さらにダメ押しするなら、モナリザの中で、ダヴィンチは1ミリの幅の中に細い線を、髪の毛を7本描いています。それをこの動画の中でお見せしますが、そんな線が描けるものかどうか、一度あなた自身が自分で確かめてみることです。1ミリ幅の中に7本ですよ。何度か確かめた後、きっとあなたはこう言うでしょう。不可能と。そう、不可能なのです。できるはずもないのです。理由は簡単。絵ではないからです。ダヴィンチが描いたのではないからです。つまりその向こうに巨大な謎、つまり人間のもう一つの別バージョンの歴史が隠されているということになります。それともあなたは無知のままスイートな日々をこのまま送りますか？それで良いのですか？Hiroshi Hayashi、Hamamatsu、Japan。では画像を見ながら説明します。モナリザです。縦が77センチ、横が53センチ。前回は80センチで計算しました。で、この縦の77センチに、注目してください。2等分しますと 38.5 センチということになります。で、さらにそれを2等分にして、つまり4分の1にしますと、19.3 センチという数字が出てきます。こうして次々と2等分していきます。そしてその都度、縦の長さを計算します。9.7 センチになりました。さらに2等分しますと、4.9 センチになります。で、この部分をここで拡大してみます。縦が 4.9 センチ、横が 3.4 センチになります。で、さらにこれを2等分しますと、縦が 2.5 センチ、横が 1.7 センチとなります。さらに2等分しますと、縦が 1.25 センチ、横が 0.85 センチとなります。ほぼ1センチ角ということになるわけですね。で、その大きさをですね、このレースのところに置いてみます。で、さらに2等分しますと、0.6 センチ、0.4 センチ、すなわち 6mm×4 ミリということになります。この幅が 6mm×4 ミリです。縦が6ミリ、横が4ミリということになります。さらに2等分しますと、3ミリ×2ミリとなります。で、さらに2等分しますと、1.5ミリ×1ミリとなります。1.5ミリ×1ミリです。このあたりがですね、この写真の、と言いますか、モナリザの写真の解像度の限界かと思われます。実際にはもっと精細だと思われます。写真の限界ということですね。で、この白い幅が、約、0.5 ミリから 0.6 ミリということになります。斜めになってますからね、ちょっと見にくいかもしれませんけども、線がですね、しかし白い線の幅は、1ミリの半分、0.5 ミリ。太く見て 0.5 ミリということになるわけです。さらにその線の下の、いわゆる鎖のように編んであるのは細い線で書いてあるところに注意してください。今赤い枠で囲ったこの線がですね、0.5 ミリから 0.6 ミリです。で、さらにその下の線はですね、鎖のように巻いてある線はですね、まあ、細いものと思われます。今、白枠で囲ってみました。上のですね、縄目のものが 0.5 ミリ。ですから、さらに細いわけですね。その細い線はですね、互いに交差し、その一本一本には、このような影がついています。今、白い線で見せたのが、これが 0.3 ミリ前後かと思われます。幅がですね。そしてさらに驚くべきことに髪の毛なんです。この髪の毛に注意してください。極めて細い線で書いてあるのに、皆さんもお気づきになると思います。で、この髪の毛について、ここで検証してみます。もう一度、この襟のところを見てください。この枠ですね。そしてこの髪の毛です。で、まずオリジナルの方を皆さんに見ていただきます。左が襟のところです。右が髪の毛です。で、これらをですね、同じように、まあ、等倍してみます。2倍にしてみます。こうなりますね。さらに4倍にしてみます。こうなりますね。で、先ほどのこの線の幅、約 0.5 ミリでしたね。この白い線の幅が 0.5 ミリです。となりますと、この2倍が1ミリということになります。で、それで計算して、その幅を髪の毛に当てはめてみます。この今下の、右下に見せたのが1ミリ幅です。その中に何本あるか数えてみました。7本あります。1ミリの幅の中に7本の細い線が、いわゆる髪の毛が書いてあるということです。これは不可能です。可能だと思われる方は、まあ自分で確かめてみてください。しかも絵の具ですよ。まあ筆、このような線を描く筆そのものがないし、まあ絵の具をつけた途端に、まあ乾いてしまうということですね。実際には描けないということです。これが皆さん事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。まあこうした事実をどのように考えていくかということになるわけですね。つまり、そこに無知か、無知でないかの分かれ道があるということになります。では続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Impossible Possibility. Mystery of Leonardo da Vinci Part 1. 不可能な可能性。ダ・ヴィンチの謎 Part 1。人間はどうして不可能な可能性にしがみつくのか。人間でもやろうと思えばできなくはないというわずかな可能性にしがみつく。しがみついてその向こうに隠れている真実から目を遠ざけてしまう。そんなはずはないと吐き捨ててしまう。吐き捨てながら再び謎の迷路の中に迷い込んでしまう。私はそこに人間が本来的に持つ盲目性、傲慢性を見る。一つの例として、ダ・ヴィンチが描いたとされるモナリザを挙げてみます。その絵の中には太さが 0.3 から 0.5 ミリ、つまり1ミリの半分の太さの線で複雑な模様が描いてあります。1ミリの半分ですよ。描いてあると言っても筆のようなもので描いてあるわけではありません。筆跡はどこにもありません。点です。目には見えないほど細かい点です。点だけで書いてあります。しかもその線には陰影までつけてあります。で、考えてみてください。こうした線を書くことが可能かどうかと。もし可能であるとあなたが思うなら、一度あなた自身がそうした線を書いてみたらどうでしょうか。あのギザのピラミッドは、のみと丸石のみでできたと言います。つまり、のみと丸石だけで、ピラミッドを作れなどと言っているのではありません。紙の上です。身の回りにある筆記用具でです。で、その後あなたはこう言うでしょう。できるはずがないと。そうです。できるはずがないのです。が、ダ・ヴィンチはそれをしました。しかも、板の上でですよ。紙ではなく、板ですよ。大切なことは、まず、不可能な可能性に気がつくこと、認めること、受け入れること、素直な心でそれができたとき、あなたはその向こうに今まで知らなかった世界が広がっているのを知るでしょう。それともあなたは人間でもやろうと思えばできなくはないというわずかな可能性にしがみつき、謎の迷路の中をさまよい歩き続けますか？今日のテーマは、その不可能な可能性についてです。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。では、画面を見ながら説明します。モナリザといってもですね、絵画の中でも小ぶりな絵画ということになります。横が53センチ、縦が77センチです。この寸法を基準にしてですね、モナリザの中の線や、大きさをですね、計算してみました。で、今日はですね、このモナリザの胸周りのレースに注目してみました。極めて精緻な模様がこのように描き込んであります。で、注意していただきたいのは、線一本一本に陰影がつけてあるという点ですね。そして、細い線が交差、立体交差しています。これがモナリザの、レース模様の特徴です。ここで立体交差してますね。そして、線には陰影がつけてあります。ここは編んだような様子が書いてあり、描き込んでありますね。そして、立体交差していると。ここまで精緻って言います。精密に書いてあるということですね。で、この黄色い四角がですね、1.5 ミリ四方です。1ミリと半分ですね。の大きさがこの黄色い四角で、その中にこうしたラインが描き込んであって、しかも陰影までつけてあると。となりますと、この4分の1四角は 0.75 ミリ四方ということになります。で、この斜めの線の、この線の太さが、で、これ計算しますとだいたい 0.75 ミリ、7ミリ、0.7 ミリ前後ですね。で、この赤い線が今 0.75 から 0.5 ということになるわけです。1ミリの半分程度ですよ。そしてさらにその左下の線は細いということですね。そしてその細い線が交差している。太さはだいたい計算してみますと 0.3 ミリから 0.4 ミリですよね。1ミリの3分の1から約半分弱ということですよね。で、こうして線が描き込んであって、しかもこのご覧になっている通りにですね、筆跡がどこにもないということですよね。で、私、何度もやってみてるんですけど、今日皆さんがお見せしますけど、今1ミリずつにこう印をつけてみました。ちょっとこう、印つけたのが1ミリですね。で、全体で5ミリということになるわけですね。で、その間、1ミリもまたその4分の3ですからね、その中に2本の線が果たして描けるものかどうかということですよね。で、交差するのは描けるかどうかということなんですけども、やろうと思えばできなくはないという、話になってくるわけですけども、でもやってみても、この鉛筆もね、鉛筆削りで削って、そのままの細いので書いてみたんですけども、やっぱりできませんね。できないものはできないんです。で、ダヴィンチはこのような線を描いて、絵画として表現しているということです。で、もう一度繰り返しますけども、左下の細い線は 0.3 ミリから 0.4 ミリですからね、1ミリと3分の1です。そういった細い線で描いて、しかも陰影までつけてあって、筆跡はどこにもない。そして板の上に描いてあるということですね。で、これ幅が 1.5 ミリ。ということになります。で、この黄色い四角が 1.5 ミリ四角ですからね。ですから、太く見ても 0.5 ミリ前後ということになるわけです。いわゆる1ミリの半分のラインだということです。それに色までつけて、しかも黒いね、陰影までつけてやると。ということなんですね。で、これが可能かどうかということなんですよね。で、私はこれは不可能だというふうに判断しました。少なくとも私はできません。多分あなたもできないと思います。で、一つだけでもできないと思うんですけど、それはずっと連続して繋がっているということですね。続くビデオの中で、さらにそれについて詳しく検証してみたいと思います。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum, Mysteries and Wonders of the World. Today's story is about La Gioconda, or Mona Lisa, painted by Leonardo da Vinci in the Middle Ages. Before we say something about the portrait, we have to listen to ourselves, our own voices in our mind, possible or not possible. Here is another fact I show you, a fact in which you know it is impossible for humans to paint such a portrait. It does not matter whether the painter is Leonardo or not. 超高解像度の写真が手に入りましたので、モナリザを再検証してみます。完璧ではありませんが、0.1 ミリの大きさまで判別できます。まず全体のサイズですが、高さは77センチです。が、こうした検証では、いつもやや大きめに見ながらサイズを計算します。高さを80センチとして計算し、まず10センチ台の正方形を切り出します。それを2等分、4等分、8等分、16等分し、最終的に 1.5 ミリ平方の正方形にまでします。1.5 ミリです。このあたりまで拡大しますと、画像がぼやけてきますが、ここで注意したいことは、モナリザの現物はさらに精細に描かれているということです。あくまでも写真解像度の限界ということです。が、この解像度で見ても、一本のラインの太さが 0.5 ミリ以下ということになります。太めに見ても 0.5 ミリということです。実際には 0.3 ミリ前後かもしれません。1ミリの2分の1から3分の1です。ダヴィンチはそうした線を使い、チェーンのような模様を正確に描いています。しかもその線には光と影まで書き込んでいます。難しい話はさておき、つまり、ダヴィンチが描いたかどうかということを問題にする前に、こんな絵を描くことが可能かどうか、あなた自身の心に問うてみてください。あなた自身の心に問うてみることです。あなた自身の素直な心にです。なお、この次に、高度 200km から見て描いたと思われるダヴィンチの地図も紹介しておきます。ミクロとマクロ。その地図は、ダヴィンチが描いたと言われていますが、まさに航空写真です。モナリザの絵をミクロの絵とするなら、地図はマクロの絵ということになります。ここに再検証版を紹介しておきますので、繰り返しになりますが、あなた自身の目と素直な心で判断してください。そしてその向こうに見える巨大な謎について考えてみてください。なぜかとです。そうすれば、あなたも、私が今、こうして見ている世界と同じものをご覧になることができると思います。で、これがその地図なんですね。で、このフィレンツェを探すのにかなり苦労しました。中心の山がですね、ヒントになりました。で、これを実際の、日本の地図と比較してみますと、大体東京タワーから富士山までの距離と一致するわけですね。それほど、広範囲な地図をですね、ダヴィンチはこうして正確に書き残したということです。これは、現物の地図ですね。そしてその川をですね、一本一本丁寧に拾い出して線を引いてみました。で、ここに緯度、経度を示しておきますので、皆さんご覧になってください。ここに川が2つに分かれてますね、ここで。で、ダヴィンチの地図にもそれが描き込まれています。上の方ですね。支流がありますね。で、左が、これがダヴィンチの絵です。右が実際の Google、いわゆるアース上における写真です。で、川の位置。ただ、ダヴィンチの絵はですね、真上から見て描いたのではなくて、斜め上方から描いたというふうに見られますね。で、こうして比べてみますと、右の方は真上から見た、写真です。で、やや全体に、横幅は同じなんですけども、縦幅が迫っている感じがします。そんなことを考慮に入れながら、どうか続くビデオをご覧ください。possible or not possible という話です。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The most beautiful thing in the world is mysterious. Mystery of a Map by Leonardo da Vinci. Who else created it?皆さんこんにちは。1208号の追記版です。もう一度、詳細にと言いますか、ダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の、地図です。地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、この矢印のところ、を見てください。同じ位置を、同じ川がね、分かれているところ、形がはっきりしているところを線で繋いでみました。で、このように、プロポーションが全く同じなんですね。ということは、極めて正確に、ダヴィンチは、イタリア上空の地図を描いているわけです。今度は、色を落としてみましたが、で、こう、山が黒く、この場合はですね、平野部、これ今白から判定しますから、平野部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。ただ黒く塗りつぶしてるだけじゃなくて。そして、まあ、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で描いてある。ただ、ダヴィンチの絵をやや斜めから見てるという感じで、遠くなればなるほど、幅が狭まっていくのがわかります。まあ、ダヴィンチの描いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑な、まるで写真のように、写真ですよね、これは。のように浮かび上がってきます。上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は、230キロから40キロです。いかにこの広範囲にわたってダヴィンチが正確に地図を描いていたかが、これで皆さんにも分かっていただけると思います。続くビデオは1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the most mysterious lady named La Gioconda or Gioconda in Italian, painted by Leonardo. Here in this video, I compare La Gioconda with another lady named the Isleworth Mona Lisa, which is said to be the one also painted by Leonardo, though it has been insufficiently examined yet. Through this comparison, I claim here in this video, both La Gioconda and the Isleworth Mona Lisa were created on 2D photograph technology because it is impossible, I say it here again, impossible to create such paintings in the 16th century without the help of 2D, a sort of highly advanced photograph technology. まず、私たちがよく知っているダヴィンチのモナリザとアイルワースのモナリザと呼ばれている2枚の絵画を比較してみます。これら2枚のモナリザは極めて細部に至るまで同じであると同時に、例によって例のごとく、つまりダヴィンチの他の絵画でも見られるように、互いの間には時間差によるわずかな動きの変化が見られます。そのことをまず皆さん自身の目で確認してください。現在では科学万能主義というか、高度な機器を使った分析による証明ではないと言われています。が、本当にそうでしょうか？私たちは私たち自身が持つ素直な目の方を大切にすべきではないのでしょうか。ということで、皆さんもご家庭で私と一緒に検証してみてください。現在ではこうした情報をですね、家庭でいながらにして集めることができます。またその情報をもとに私たち自身の目と能力によって分析することができます。つまり、人間によってできることとできないことがあるということです。ダヴィンチが描いたとされるモナリザは、明らかに人間によっては描けない、また描けるはずもない絵であることを証明します。証拠を添えて、それを証明します。が、それでもモナリザはダヴィンチが描いたものであるというのなら、このビデオの最後に紙と絵の具を用意して、私がお見せするものを描いてみてください。あなたはきっとこう言うでしょう。できるはずがない。impossible と。つまりそれが答えということになります。つまり、ダヴィンチの描いたとされるモナリザは人間が手で描いたものではないということ。わかりやすく言えば、現在私たちが持っている 2D の写真技術とプリンターのようなものを使って描かれたものであるということです。合わせてアイルワースのモナリザについての結論も出しておきます。このモナリザも現在科学的分析なるものがなされているようですが、ダヴィンチの描いたとされるモナリザと比較してみれば一目瞭然。アイルワースのモナリザも明らかに人間によって描けない、描けるはずもない絵であることを証拠を添えて証明します。つまり2枚のモナリザはダヴィンチの作ということになります。画面では細部の検証を進めていますが、極めて細部に至るまで同じであると同時に、両者の間には先ほども言いましたように、時間差によるわずかな違いが、動きの違いがですね、見られるということです。そこに注意しながら、この両者を見比べてみてください。まあ現在、まあこの今、左がモナリザ、そして右がアイルワースのモナリザです。それでこう比較してみますとですね、頭の髪の毛の分かれ際ですね、そこに注意してください。そこに頂点を取ってみますと、まあ、やや傾いているの分かりますか？この分かれ目がですね、やや傾いてますね。ということは、ここまで同じに作りながら、髪の毛の分かれ、まあその際ですね、は違っているということです。そして、まあこの向かって左側の、まあ、もみあげ分の髪の毛ですね。で、ここを見ますとですね、右の方が薄くなっている感じがしますね。で、左の方が濃くて、そして、まあ光を当てた、まあ光を薄くして、まあ右の絵ができたというふうに考えられるわけです。が、しかし、基本的なパターンは同じですね。大きな太い線は同じです。が、細い線、細かい線は右の方では消えているということになります。まあこういうところが私はおかしいというわけですよね。まあ全体の線は同じである。しかし右の方は、まあ明度を上げたような感じで、まあ描かれた絵であるということになるわけですね。で、白黒にしてみますとですね、この薄い、右の薄い、まあ、アイルワースのモナリザの髪の毛のね、細かい線が見えてきますね。が、色を元に戻してみますと、やや、こう、なってますか、見えにくくなるということですね。まあ上の丸の中の髪の毛なんか特にこう、はっきり見えるわけですね。色を落としてみますとね。そして、まあ繰り返しになりますけども、大きな太い線は左の方と右の方も同じであると。で、まあ、私たちのプリンターの技術で言えば、明度を上げてプリントアウトしたということになるわけですね。今日はここに注意していただきたいんですけども、この、まあ、模様ですね。この飾りですけども、左がラジャコンデで、右がアイルワースのモナリザの絵ですけども、基本的なパターンは同じだということですね。ただこの間のところはね、幅が違うんですね。どうしてこういう違いが起きるのかなということも大きな謎ですけども、で、もう一度この部分を拡大してみますと、こうした模様がずっとこう描き込んであるわけです。で、よく見ますとですね、まあ、線がですね、丁寧に描いてあるといえば描いてあるんですけども、陰影がつけてあって、光もつけてありますね。で、そこに注意してください。で、こうしてみますと、右と左同じですね。ということは、モナリザ、当世からアイルワースのモナリザの絵は、まあ同じであると。このように書かれて、まあそういうふうに考えていいわけですね。そして線がですね、上になったり下になったりというところも正確に表現してあるということですね。まあそういうところに注意してください。で、モナリザの大きさなんですけども、驚いてはいけませんね。77センチ。高さがね。53センチなんですね。で、どなたかのブログにも書いてありましたけども、現実で見られた方がですね、こんなに小さいとは思わなかったということを書いていらっしゃいました。実際小さいんですね、このモナリザの絵というのは。大きな絵にまあ私もね、昔そう思ってましたけども。で、この黄色い四角がちょうど計算しますと、10センチ四角ということになります。で、拡大してみます。まあこのくらいだなっていうことになるわけですね。まあ大雑把な計算ですけども。そして4等分しますと5センチ四角になり、さらに4等分しますと 2.5 センチ四角になるわけです。さらに4等分しますと 1.25 センチ四角ということになるわけですね。これはあくまでも大雑把な計算ですね。さらに半分にしますと 6ミリ四角になりまして、さらに4等分しますと3ミリ四角ということになるわけですね。で、こうした計算してみますと、あくまでも大雑把な計算ですけども、この幅が 1.25 センチで、このラインの幅がですね、1.5 ミリということになりますね。このラインの幅が、黄色い幅が、これがだいたい 1.5 ミリ四角ということになるわけですね。ですから、まあ、この線の幅はですね、その半分ぐらいと見てですね、3分の1ぐらいですかね、立ててみるとね、幅が 0.5 ミリということになるんですね。1ミリの半分ということになるんですよ、皆さん。この線の幅が1ミリの半分ということなんですよ。1ミリというのをちょっと指で作ってみてください。そのまた半分の太さの線でこの絵が書き込んであるということですね。で、これが可能でないかといえばですね、不可能だと、あなたは思うでしょ？だから冒頭で申し上げましたように、紙と絵の具、鉛筆でもいいんです、ペンでもいいです。1ミリの半分の線でこうした絵を描いてみてください。そして同じようにずーっと同じように描いていくんですね。で、この袖のところちょっとついでに検証してみますとですね、大きなラインは同じなんですね。比較してみてください。丁寧に同じに描いてありますね。いわゆるその袖の布のね、回り具合が同じように書いてあるということなんです。で、明度を上げてみますと、まあ、右の方の見えなかった線も見えてきますけども、こういった縦の線まで同じに書いてあるんですね、皆さん。わかりますか？こうして、縦の線も同じように書いてある。がですね、奇妙なことに、ここまで同じに書きながら、布の、なんて言いますかね、歪み方が違いますね。いわゆるここに、いわゆる時間差を置いた、データを取るときにですね、時間差を置いてデータを取った、そうした、違いというものが、ダヴィンチのどの絵にも見られるんですけどもね、こうした違いが見られるということです。人間が手で書いたものではないということですよね。こういう結論を申し上げますと、もう一度ここに注目してください。これが今日のポイント、かつ結論ということになりますが、で、この幅がですね、1.25 センチですね。そしてこの計算しますと、この幅が 1.5 ミリ。1.5 ミリ。そしてこの線の幅が 0.5 ミリ前後ですね。大雑把な計算で申し上げませんけども。そしてこれで計算しますとですね、この幅が 1.5 ミリですよ。1ミリと半分ですよ。そしてこの線の幅が3分の1ということで計算しますと、幅が 0.5 ミリですね。いわゆる縄模様の縄文の模様が 0.5 ミリです。ですから下の線はですね、模様はさらに細いということになりますね。注意してください。この幅が 0.5 ミリですからね、大雑把に計算して。ですから下の、いわゆる針金ぐにゃぐにゃ回ったような線はですね、さらに細い線。見た感じ 0.3 ミリ前後じゃないかと思います。1ミリの3分の1ですね。0.5 ミリをここで計算しますけども、0.5 ミリ以下ということになりますね。で、影と光も表現してあると。いわゆる 0.5 ミリの線のですね、上の方が白くなってますね。そしてその下のところが黒く影になってますね。こうした表現もしてあるということです。これを、人間が技かどうかということを考える前にですよ。ダヴィンチは天才であるかどうかということを言い切る前にですね、人間がこんなものを描けるはずはない。すなわち impossible。もしできるとおっしゃるなら、あなた自身がそれを描いてみられたらよろしいんじゃないでしょうか。鉛筆じゃありませんよ。ペンじゃありませんよ。絵の具ですよ。で、もしあなたができないとおっしゃるならば、それがこのビデオの答えということになります。左がラジャコンデです。右がアイルワースのモナリザですね。で、比較してみますとですね、同じように書いてあるということは、科学的な分析をする以前の問題としてね、私たちの素直な心で見れば、この両者は同じダヴィンチによって描かれた絵だということになります。どうも、今日はお聞きくださいましてありがとうございました。バイ。